ありがとうございます。そこに置いてください。それよりカッカ、これを…驚かないかって。カッカと私の関係ですから、わざわざ言わなくてもわかりますよ。でもせっかくですから、今日の夕食は私が代わりに好きなものをいっぱい作ってあげますね。ロンドン級中巡洋艦のネームシップ、ロンドンと申します。第一巡洋艦隊に所属して、北大西洋、太平洋ともに戦い抜きました。閣下、任務なら安心してお任せください。ロンドン級従順1号艦、ロンドンです。第一巡洋艦隊に所属し、北大西洋、太平洋での戦いに参戦してまいりました。任務なら安心してお任せください。ごきげんよう、閣下。ロンドンは今日もおそばにおりますよ。どうされました、閣下。そんなに真剣に何を見ているんですか。閣下、アメジストちゃんを見かけませんでした。探してるんです。北極はとっても寒くて病気になっちゃいそうです。あれ、今日はいいお天気ですね。まあ会話のきっかけになればと。ボディタッチはちょっと、いえ、構いませんけど、慣れてなくて。カッカ、それはマナー違反ですよ。今日の任務はきっとすぐ終わります。ボーナスについてリストアップしました。ご確認ください。新しいメールはこちらにあります。ご確認ください。お疲れ様です。公務は私に任せて、熱い紅茶でもお飲みになってください。閣下、他のどこかに行ってください。こっちは私が全部うまくやれます。少々お待ちください。ここに少し問題が…うん、よし。何かご用でしょうか。閣下、一緒にお茶でもどうでしょう。あ、仕事が終わっていなければそちらを優先してください。もちろん、私もついていきますから。デートですか?ここ数日の仕事をうまくやり遂げたら約束できなくはないですよ。どうです、閣下も努力してみませんか。じっとしててください。もう襟はちゃんとしてくださいって何回も言ったでしょ。あと髪も整えて、閣下そういうところは本当に大雑把なんですから。はい、これで大丈夫です。じゃあデートはどこに行きます。ありがとうございます。そこに置いてください。それより閣下、これを…驚かないかって。閣下と私の関係ですから、わざわざ言わなくてもわかりますよ。でもせっかくですから、今日の夕食は
私が代わりに好きなものをいっぱい作ってあげますね。はい、委託は時間通りでした。成果の研修に行きましょう。嬉しいですが、資源の配分にはご注意ください。皆さん、自分を大切にしてください。できるだけ怪我しないように。閣下からお褒めの言葉をいただくことが何より光栄です。あなたたちに対しては礼儀を重んじるべきではありませんでしたね。さてさて、私も頑張らなきゃ。計算が少し外れて。思い出になるこだわりのセレモニーと注文したのは閣下なのに、ぼーっとしてどうしたんですか？それ以上じっと見つめられるとこちらまで恥ずかしくなってしまうので、早く手を取っていただけますか？ごきげんよう。もう少しこちらへ寄って。はい、これでバッチリですよ。仕事の時は身だしなみにも気をつけてくださいね。ずっとこの格好のままでって閣下も意地悪ですね。今は少しだけ話を聞いてあげますよ。閣下がこの格好に夢中になるのはいいですけど、それで仕事をおろそかにしてはいけませんよ。今日も閣下の疲れを紛らわすお菓子を用意しましたよ。ヘルシーな素材に気を使っていますので、閣下をふくよかにはしませんからね。豪華な記念日と簡素な日常は矛盾しません。つまりキャンドルライトディナーをご希望でももちろん大丈夫ですよ。閣下と手をつなぐのはもう日常風景の一部と化していますね。ここまで来てますものね。新しい任務をメモに書き記しました。閣下のペースでゆっくりこなせばいいですよ。ボーナスが届きました。今回もリストアップは任せてください。閣下、無事に戻ってきましたね。いつも通り熱いお茶を楽しみながら一休みしましょう。委託が終わりました。成果を回収しに行くときは頑張った仲間たちをねぎらってあげてくださいね。閣下、今日の晩ご飯はどうしますか？もし思いつかないなら一緒に食材の買い出しに行きませんか？見ながら考えればいいですよ。そうですね、デートだと思っていただければと。
閣下、その、どちら様というような顔をされましても、私も改造でこんな格好になるなんて思っていませんでしたよ。でも、そうですね。閣下、この服、可愛いとは思いませんか？元の衣装もいいですけど、本当は今のようなちょっとおしゃれな衣装もずっと着てみたかったんですよ。閣下はやっぱり前の衣装がいいですか？衣装を変えるとなんだか気持ちも少し変わりますね。閣下、仕事の後は甘いものでもいかがですか？閣下、私が秘書官であること、ちょっと忘れていませんか？はい、よそ見はここまで。お仕事に戻ってくださいね。閣下、サセックスもこの格好を可愛いと言ってくれましたよ。あの子が何かを褒めるなんて珍しいことなんですよ。いたしかたありませんね。では閣下、少し休憩しましょう。軽食をご用意しますね。じっとしててください。もう襟はちゃんとしてくださいって何回も言ったでしょ。あと髪も整えて、閣下そういうところは本当に大雑把なんですから。はい、これで大丈夫です。じゃあデートはどこに行きます？ありがとうございます。そこに置いてください。それより閣下、これを…驚かないかって？閣下と私の関係ですから、わざわざ言わなくてもわかりますよ。でも、せっかくですから、今日の夕食は私が代わりに好きなものをいっぱい作ってあげますね。